知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。フォールアウト世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。というわけで今回の解説でわかることはジャングルザムーンモンキーのすべて。またまたやってきた謎の動画、よく見かけるぬいぐるみの謎に迫るマニアック解説を進めていきましょう。個人的にも気になる存在でしたし、もちろん皆さんも彼の正体について気になって仕方なかったに違いありません。今回はそんなジャングルザムーンモンキーの全てを紐解いていきます。それでは早速始めていきましょう。ジャングルザムーンモンキー徹底解説。それではまずはこのぬいぐるみの基本情報をおさらいしておきましょう。ジャングルザムーンモンキーはフォールアウト4で初めて登場したジャンクアイテムで、そこそこ大きめのサイズと何とも言えないとぼけたデザインが印象的なぬいぐるみです。非常に個性が際立っている点からも戦前に存在した何らかのキャラクターだろうということぐらいは何も調べなくてもわかります。何気にベセスダもこのキャラクターを気に入っているようで、DLC のオートマトロンではなんとセントリーボットの頭部をジャングルザムーンモンキーにできるスペースモンキーヘルムが実装されており、狂気に満ちたロボットを作れるようになりました。まるでセントリーの中にジャングルザムーンモンキーが入っているようです。さらにプレイヤーの間でも謎の需要があるのか、ジャングルザムーンモンキーの要素がてんこ盛りのモッドも作られており、無敵のジャングルザムーンモンキーがコンパニオンになったり、自分自身もジャングルザムーンモンキーになれたりします。かつては不具合によりこのコンパニオンに少しでも攻撃が当たると永遠に敵対して追いかけ回されるという悪夢のような仕様が存在しましたが、現在は修正されています。これはマジで夢に出そうです。ジャンクとして見た場合、価値は12、重さは2で、解体することで布が3つ、プラスチックと繊維ガラスがそれぞれ1つ手に入ります。特に有用というわけでもなく、どちらかというとインテリアやコレクションで使われるジャンクであると言えます。ではここからはいよいよ、ジャングルザムーンモンキーとは一体何者なのかという点をお話ししていきましょう。ジャングルザムーンモンキーは戦前に放送されていた番組キャプテンコスモスの冒険及びハブリスコミックから出版されていたコミックキャプテンコスモスの登場キャラクターです。この作品の物語は簡単に言えば人間と猿が宇宙を冒険するお話ですが、この猿こそがジャングルザムーンモンキーなのです。ジャンクとして登場したのはフォールアウト4が最初ですが、実はその存在自体はフォールアウト3から確認されています。名称からしても間違いはないのですが、なぜこの可愛い猿がぬいぐるみになってここまでイメチェンしたのかは全くの謎。もしキャプテンコスモスのポスターでこの猿を見ても名前を知らない限りは同じ存在だとは思えないでしょう。あまり印象に残っていない人もいるかもしれませんが、戦前のショーンの部屋の壁紙やショーンを包んでいる布のデザインも実はジャングルザムーンモンキー、やはりみんなに愛されるキャラクターだったということでしょう。ちなみにフォールアウトの作中に登場している猿はトラップで使われるあの猿とこのジャングルザムーンモンキーだけです。キャプテンコスモスという作品はフォールアウト3、つまりベセスダが制作したフォールアウトから登場しており、作り込みには差があるもののニューベガスから476としっかりと受け継がれています。戦前の毎週木曜日夜8時から放送されていたらしく、時には他作品とのコラボもあったとかなかったとか。こういった冒険系コミックで思い出すのはパークマガジンにもなっているアンストッパブルですが、アンストッパブルを構成するのはシルバーシラウド、グロックナックザバーバリアン、マンタマン、ミストレスオブミステリー、ザ・インスペクターの5作品。見た感じでは大活躍していそうですが、キャプテンコスモスはアンストッパブルには登場していない独立した作品として扱われています。
キャプテンコスモスはフォールアウト4でも地味に登場していましたが、フォールアウト76でさらに掘り下げられ、チャレンジをクリアすることで報酬がもらえるイベントのシーズン1レジェンダリーランのメインタイトルとなり、その後のシーズン7でも再登場しています。ただここでも物語自体は詳しく語られておらず、宇宙を旅するキャプテンコスモスが宇宙の皇帝とも呼ばれる敵ドクターゾルボと戦うお話程度にしか説明はされていません。シーズン1はコスモス視点でゾルボを倒すお話で、シーズン7はゾルボ視点でコスモスを倒すための仲間を集めるお話のようですね。フォールアウト76ではこのシーズンを皮切りにコスモス関連の様々なアイテムが登場しています。今でも人気が高いキャプテンコスモスのパワーアーマーやジャングルザムーンモンキーを背負うためのバックパック、多分ゾルボの味方のスケルスクリームのパワーアーマーや、よくわからないタコ、ゾルボになれるスキンなど、コスモス関連だけでもかなりの数があります。フォールアウト4でも公式モッドとなるクリエーションクラブでいくつかの要素が実装されており、キャプテンコスモスの冒険を収録していたスタジオが新ロケーションとして追加されたり、コスモスの衣装、パワーアーマー、彼が使うコズミックキャノンなどが登場。またこのコズミックキャノンは撮影の小道具にもかかわらずマジで弾が出る実銃だったために、コスモス役の俳優が病院送りになったりしています。まともそうな作品ではありましたが、裏ではやはりフォールアウト全開の恐ろしい出来事も起こっていたようですね。というわけでジャングルザムーンモンキー徹底解説は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。